はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカプレミアム RS ランボルギーニカウンタック LP500S です。はい、しっかり見ていきます。このトミカは新しく発売された新シリーズのトミカプレミアム RS です。車種はランボルギーニカウンタック LP500S だね。もう持った感じから重量感が結構あるね。でボディカラーはレッドのソリッドだね。結構光沢感があります。でフロント周りはこんな感じだね。さすが43分の1っていうだけあって細かいね。でヘッドライトの部分は樹脂パーツになってて、樹脂パーツの中はシルバーの塗装がされてるんだね。でボンネットのところにはランボルギーニのエンブレムがあります。でフロントガラスのところを見てみると、このワイパーのブレードは樹脂パーツなんだね。別パーツでできてます。でルーフの部分はこんな感じだね。で運転席側の側面を見てみるとこんな感じになってます。スーパーカーらしいシャープなボディラインだね。でこういうところのウインカーの部分とかもプリントされてるね。でこのエアインテークの部分とかもすごく凹凸があってすごい作りになってるね。で後ろの方を見ていくとこんな感じだね。リアのテールランプのところは樹脂パーツになってて、きちっと塗り分けもされてるね。でマフラーの部分もシルバーの塗装になってます。で反対側はこんな感じだね。運転席側と形のデザインは同じだよね。でリアウィングの部分もしっかり再現されてます。でこのまま上を見ていくと、やっぱりトミカプレミアム RS らしいこういうところの細かな作りがすごくかっこいいね。でタイヤの部分はサスペンションがついてます。ですごくホイールもシルバーの塗装ですごく細かな作りになってるね。で黒いタイヤの部分は樹脂ではなくてラバー素材になってるね。こんな感じでタイヤのトレッドパターンも再現されてます。でリトラクタブルライトの開閉機能もついてます。裏の部分のこのスイッチだね。こんな感じだね。トミカプレミアムのテスタロッサよりももっと細かな作りになってるね。で閉じるとこんな感じかな。でこのシザードアの開閉だね。あ、こんな感じに開くんだね。で助手席側も開閉するね。こんな感じだね。すごいね、トミカでこんなことが再現できるんだね。で続いて内装もこのまま見てみようかな。で内装の部分はハンドルの部分がブラックで、シートの部分はベージュになってるね。でダッシュボードの部分はちょっと焦げ茶色っぽいカラーリングになってます。あとシフトノブも再現されてるね。でドアの内張りの部分も再現されてます。この当時はパワーウィンドウじゃなくて回すタイプなのかな。でもう一つ注目のギミックがエンジンフードの開閉だね。中はこんな感じになってるんだね。エンジンヘッドが見えて、プラグのケーブルみたいなものがレッドの塗装になってます。で裏の方はランボルギーニカウンタック LP500S 43分の1のスケールになってます。はい、同じ車種2台並べてみました。こちらの方がトミカプレミアム RS だね。でこちらの方がトミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナルのバージョンだね。こうやって見てみても大きさがもう全く違うよね。43分の1と61分の1の違いだね。で大きさだけじゃなくて当然細かな作りになってるよね。例えば
こういうところの樹脂パーツを比べてみてもやっぱり質感は違うね。内装の部分も当然だけど価格の違いで違いがあります。でもこうやって見てみたら塗装の質感はどちらも同じような感じかなって考えたら、トミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナルもすごいね。で、運転席側を比べてみたらこんな感じだね。やっぱりホイールの部分とかも違いはあるよね。あ、よく見たらトミカプレミアム RS の方はディスクローターも見えてんのかな。で、後ろの方はこんな感じだね。テールランプの部分も若干違いがあるね。で、やっぱりマフラーとマフラーの間のこのメッシュのような加工の仕方もやっぱり大きさが違う分しっかり作られてるね。で、助手席側はこんな感じです。で、ルーフの部分はこんな感じだね。よーく見てみるとリアウィングの形状が微妙に違うね。このサイドの部分がこっちは立ち上がりがあってこっちはフラットな感じになってるね。シャーシの方はこんな感じだね。43分の1と61分の1の違いだね。この辺りのデザインはよく似てるね。でもやっぱりタイヤの部分のこの質感はもう全く違うね。で、箱の方はこんな感じだね。トミカプレミアム RS のマークがあって43分の1ってここにプリントされてるね。で、側面はこんな感じだね。で、裏の方はこんな感じだね。この部分に細かなギミック関係の説明があります。で、ここにライセンスシールだね。で、よく見たらこの部分って原寸大って書いてあるね。トミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナルと比べてみるとこんな感じだね。はい、今日はトミカプレミアム RS のランボルギーニカウンタック LP500S を紹介しました。いつもトミカとかトミカプレミアムとか見てる自分にとっては衝撃的な作りの細かさだね。すごく質感とかギミックの部分とかすごく良かったね。で、対象年齢は14歳以上っていうだけあって価格も3500円です。で、ちなみにこのタカラトミーモールオリジナルのトミカプレミアムは価格が800円ぐらいだったかな。価格だけで比べてみれば800円でもかなり頑張ってるね。今回はトミカプレミアム RS 第1弾だったけど第2弾も期待だね。どんな車種が来るんだろうね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。